出来たての国産小麦もっちり食パンお届けします。ありがとうございます。これでパンレシピ考えてみます。じゃあいただきます。耳が美味しい。ちょっと耳が苦手な娘とか美味しいって言って、あの耳を残さず食べてくれたので、材料が国産であるとか保存料を使ってない、この普通な感じでそれができているっていうのがとてもいいなと思いました。本当にパン自体はとても美味しかったです。でナスは縦にちょっと薄く切っていきます。輪に切っていただいてもいいです。これは水につけずにもう切ったらすぐに焼いていきます。大さじ1杯半ぐらいのオイルで焼いていきます。で焼いている間にツナの味付けをします。オイルを入れてしまうとパンに染みてしまうので、ちょっと切った形でマヨネーズと和えていきます。マヨネーズあまりつけたくないっておっしゃる方は、ツナ缶だけをそのまま挟んでいただいてもいいです。こんな感じでこんがり焼けましたら取り出します。バターを塗って、葉物がなければきゅうりとかレタスでもいいですし、でツナをのせます。ナスを1本分もう大胆にのせますね。ナスに塩コショウ、ナスにオリーブオイルが染みてこうちょっと肉のような食感になるというか、できました。で、今回はこれを切るので切り口がきれいになるように縦に揃えて、ちょっと軽く押して、はい、合わせてこれを折り込むようにしながら折り込んで、こんな感じです。薄くスライスしたリンゴをバターをのせて焼くだけなんですけど、リンゴをもうちょっとこうねっとりさせてのせたい場合はフライパンでバターで焼いて、ちょっとしっとり焼いてからローストしたパンにのせても美味しいです。でパンにこのように大胆にリンゴをのせて、この間にバターを、はい、これをトースターに入れて焼くだけなんですけど、でバターが溶けてパンが焼けてればそれで出来上がりです。はい、で出来上がりにお好みで蜂蜜を垂らしたり、メープルシロップを振ったりとか、あとはグラニュー糖をこう振りかけて焼いてもいいです。ぜひ作ってみてください。